はいどうも、なんたにでーす。どうも、なんたにでーす。勝手にパクられてるけど。今日は愛知にあるトヨタ博物館の方に行こうと思います。イエーイイエーイ。はい、今日はね、愛知県の方ですね、トヨタの方にツーリング行こうと思ってますと。まずは腹ごしらえとしてマグロレストランですね、こちらに行こうかなと思っておりますので、まあとりあえず一旦はハリテラスの方に寄って給油とちょっと小休憩して行こうと思いますと。あ、すごい、どっからしかもママチャリやん。ママチャリで、あ、意外とでも空いてそう。空いてそう。あ、あれ、シュッって言ったけどまだうちそこにすら達してないな。え、どこ行ってんの。でもほっつけ歩いてた。いやいやいや、歩行者とか待ってて。あー、やぶいよ。そうやな、変わるの。おー、めっちゃ並んでる。このバイクの、うん、ご近所ぐらいに止めようか。あ、この下止めようか。ここら辺、ここら辺みたいじゃん。うん、うん、そこでいいよ。エビフライにする。エビフライにするの。豪快丼、あと味噌ツナカツ以上で9です。豪快丼のスネスです。ありがとうございます。うん、マグロです。そこでな、魚にするから。うん、ちょっと半分ぐらい食べようよ。めちゃくちゃでかいよ。うん、でっか。でかない。なんかでかいエビって書いてあった。いや、美味しかったね。美味しかった。もう大変よ、マグロレストラン2時間くらいおってんけど。あー、もう大変だって、結構おったよな。ミュージアムになってるって。ドゥ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 。何の音か分かる？ドゥ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 のマフラーの音。嘘。ドゥドゥドゥ。あの、お薬いつものやつを処方しときますね。もうやめときなさい。もうあの4気筒の。そんな音やったっけ。うん、音音してるで。もうやめときなさい。やめない。じゃあ今からね、トヨタ博物館の方に行きますんで。はい、だいぶ時間が押してますが。そうですね、ケツカツ。反対側からカズさん来たらおもろいよね。ああ、お前やな、帰りな。うん、あれみたいな。うん、ありえなくはないけどね。やっぱまだ今、ジュンジュンしてるんかな。うん、ジュンジュンしてる。ちょっとバカにしてるやろ。なあなあ、ちょっと。いや、うち、デンデンって言ったのは、あのマフラーの音がデンデンしてる。言っただけや。そっから連想させてデンデンしてるのは、あなただ、まったく。いやいや、こっちのセリフや。目の前見えてんで、トヨタ博物館。あ、球体のやつ、うん、球体。これはちゃうな。これはバス。あれ、今からバスの運転手でもなるの。これは名鉄や、名鉄。ほんま。名鉄バスって書いてある。これじゃないな。あれやな。オートなんちゃら。オート。レズや。待って。オート、オビ。オートなんて書いてあるの。オートなんて書いてあるの。オートモビール。モビールなんか言ってたかな。トヨタの CM で。オート。モビールじゃなかったと思う。何やったかな。やのやの言う。いやいや。どうするこれ。バイクは入れないんですよ。いや、もう言われたらもう帰るしかないもん。そんなね。満車って書いてる。警備員のおじさんに聞いたら。お前やな、おっちゃん。どこや。
バイク、ありがとうございます。あったわ、あそこや。あった？いい感じやん。1936年やで。うん、だから今のあれちゃん、秋葉の一個上だ。なんで設定が収容所になってんの。これでも1937年。すごいね。ほらあそこまで、ほら新型の車両が新型の車両がどう見ても日本人やん。ドイツのやつやね。前から見たらかわいいやん。うん、メイメイコックピットでもあれ、ね、すごいね、縦長やね。すごい、1955年。コックピットのような軽量ボディ。シートは全部に持ってた。マイクロカって半でもやっちゃう。半でも、ね、真ん中に高級車2000万ぐらいするんちゃう、女かな。うん、今多分これやで、ね、スイス、ね、プチあね、これエンブレム。なんでこんなキンキラキンなの ね。もうちょっとあれやね、色をつけた方が。脈々ちゃんだね。長いな。ね。うん、どういったトヨタの博物館は。楽しかった、うん、まあトヨタだけじゃなかったからね。まあね、ホンダも車もあったし、もうほんまに昔のあれやな、車両からいっぱいあったね。ね、ほんまにね、なんかうちらが生まれてないような。そうよ ね。おじいちゃんおばあちゃん、そうよね、以上の世代や。名古屋方面かな。そうやな、名古屋方面に行かなあかんのちゃうか、うちらは。じゃあ今からハイテラスの方に向かっていきましょうか。ブー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 、イエーイ、ブーブーブー。まあ中継地点だからしゃあないよね。まあハイテラス戻っていきましょうか。ブー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 ギリギリ日沈むか沈まんかぐらいだよね。ブー泣きてしまったかい。戻ってきたね。うちは来る気なかったんですけどね。来る気うちはなかったんですけどね。こっちは直帰しようとしてた。忍者いた普通の。あと一緒の場所。ちょっとずれてるけどね。ちょい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 。待ってないです、待ってないです。まさかのまさかの。カロリー言った時に、はい、マグロレストラン行ってはったから、あ、はい、もしかしたらおんのかなとか思ったけど、でも時間きついかなとか。あ、今さっき超ついたとこっすよ。ほんますか。あ、ほんますほんます。まさかまさか、お久しぶりです。なんかまさかまさかの。じゃあ今日も楽しいツーリングでしたね。ねさんとおかちゃんにも会いましたし、まさか。そうそう、別に連絡とか取ってなかったんだけどね。
たまたまね、そうそう、入ってきた車両がね、ライトが黄色い車両が入ってきてさ、なんか音も結構、俺なんか聞き覚えのあるような、でパッと見たらもう間違いない、間違いなかった、そう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 、あれはカズさん、ブーイングを受けて張り切った甲斐がありました。ブーブーブー、うちは足の装備が今日は夏装備、ほぼ夏に一つ言っていい、自業自得自業自得じゃないわ、これはなぁ、ズボンが腐っちゃったあとはね、帰っていきましょう。それではここまで動画をご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。ちょっと乗っとんのやめてもらっていいですかねそれではここまでご視聞いただきちょ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 、待て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 、ちょっと待って、落ち着こう落ち着こう、僕がそれを言うんで、ああ、あなたがです、あ、そう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 、落ち着いて落ち着いて落ち着いて、あ、では皆さん、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。はい、ではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、これやで、これちょっとビシッといった方がいいそれではここまで、ちょっと、ここ進んでください。あー、こけそうだった。あ、こけるで。ほんまに危ないね。まだ立ちこけしたことないんです。こう見えちゃう。すべき1回目だね。